猟犬は、狩猟に刺激する、犬の総称。獲物の場所を猟師に指示する、獲物を借り出す、獲物との格闘、獲物の回収などに用いられる。一般的な猟犬の品種は、蒸気の役割を専門に受け持つためや、狩猟の対象となる動物の生態や、狩猟方法に適するように、品種改良を重ねてきたものが多い。星座の一つに、猟犬座がある。 それぞれのタイプの犬種の詳細に関しては、各犬種ごとの記事を参照。なお、このリストは主に欧米での区分である。猟犬を育成するためには、一般的な犬のしつけのほか、それぞれの技能に応じた訓練が必要となる。訓練の方法は、地域やハンターにより、様々であるが、ここではごく一般的な技能に関すると思われる、訓練法や、 飼育法につき、記述を行う。現在では、民営の猟犬訓練施設に預けて訓練するなどの方法もあるが、一犬、二足、三鉄砲の言い習わし通り、ハンター本人の狩猟技能を正しく熟達させる意味でも、可能な限り自分で責任を持って、指導と育成を行うことが望ましい。猟犬として使用される犬種は、 長い歴史の中で漁の目的に応じて品種改良が行われてきているため、その犬種が得意とする技能を習熟することが最も望ましいが、極論を言えば、たとえ雑種や小型犬であっても漁に必要な技能を習得させることは可能である。俗に言われることとしては、日本犬のように立ち耳の犬は音に敏感で軽快に適した危機犬、耳が垂れた要犬は、 追跡に適した、鍵犬であるとされており、足が太く短い犬ほど神止めなどの格闘戦に有利で、逆に足の長い犬の方が走る速度では有利であると、される。いずれにせよ、特定の品種を選定する場合であっても、雑種を使用する場合であっても、子犬の段階から愛情を持って、丁寧に指導を行うことが大切である。なお、良犬の成長に従って、 猟犬として不向きであることが露見してくる場合もある。特に大型動物猟用の猟犬の場合、狩猟中の負傷などが原因で獲物に対するトラウマが猟犬に生じ、その狩猟に使えなくなってしまうことも珍しくはない。こうした場合であっても、安易にその犬を見放すような真似はせず、長猟や小型動物猟などの他の用途で使用してみる。 他の量を行うハンターや愛眼犬を求める里親を探すなどして、その犬の可能性を最大限見出してやる努力が必要である。虐待や放棄を行うなどの行為は絶対に言ってはならない。猟犬の量能はその犬の生まれながらの適性であるため、性別の差などは本来はあまり重要ではないが、もしもオスとメスを共買する場合には必要に応じて去勢や 不妊治療などを行う必要もある。また、集団量でオスとメスが混在する場合に備えて、異性必要以上に興味を示さないようなしつけや、オス犬の多い狩猟グループには、メス犬は、連れて行かない等の配慮も必要になる。最低でも、待て、ハウス等のしつけを行うことは必要である。集団量の場合、他のハンターや猟犬に必要以上に警戒しないように、 敵外心を抑えるための育成を行うことも必要になる。番犬として、用をなさなくなる、一万一の場合了犬が、第三者による盗難に遭う等のリスクもあるが、両場で両犬を放った際に、他の両犬と喧嘩をして、量の妨げになる、あるいは最悪の場合、通行人などに交渉を負わせる、危険性があることを考慮した場合、極端に言えば、 人に対しては誰にでも懐くくらいにしてしまった方が良い場合もある。肥満などを予防し、両場を歩き回る、好奇心を持たせるためにも、散歩は毎日行うことが望ましい。散歩の範囲はできれば、両場に近い地形の場所を歩くことが望ましいが、街中を歩き回るだけでも、運動量と外出に対する慣れは確保できる。街中を散歩する際でも、 マルタ島で作られた一本橋や様々な水深の小川、犬が足を踏み外しやすい網目の荒いグレーチング、階段上に整備された護岸など、山中や林道で猟犬が実際に遭遇し得る、地形に類似した足場を選んで歩かせることが重要である。最初は飼い主が地形を渡り、ついで猟犬を引き連れることになるが、リードで引いている場合には、猟犬が怖がって、 足を踏み入れようとしない地形に、無理やりに引っ張り込むことは避け、あくまでも、猟犬自身の意志で恐怖を克服して、足を踏み出すことを辛抱強く待つ必要がある。子犬のうちからこうした訓練を反復して、その犬がどうしても足を踏み入れない地形をなるべく、なくしておかなければ、実際に獲物を追跡する際に、 特定の地形に差し掛かると猟犬が追跡を諦めてしまう事態を招きかねない。子犬から育てる場合は、おおむね生誕から4ヶ月程度より、ドッグラン等で本格的に走り回らせることで体を鍛え始め、同時にボールやフリスビーを投げたりする遊びで動く物体への興味も持たせていく必要があるが、可能であれば、周囲の安全が十分確保されている山道。 できれば、イノシシやシカ等が実際に出没していることが、足跡やヌタバ特有の匂いなどから確認できる場所で、リードを外して山中を駆け回らせることも行わせるのが望ましい。はじめは山を怖がってあまり遠くへ行かないかもしれないが、毎日連れて行くことで次第に行動範囲が広まっていき、最終的には見通しの効かないヤブの中や、急峻な地形でも、 興味の赴むくままに走り回っていくようになる。山への恐怖心は、子犬のちから訓練をするほど取り除くことが容易であり、政権になってからでは難しいことが多い。やや前提条件が厳しいかもしれないが、山中に、ウサギやタヌキの猫等が実際に定住しているような場所であれば、申し分ない。自然の野山の中で、これらの小動物を、 子犬のちから存分に追いかけ回せる環境があれば、鳥や獣に関わらず、動く者に対しては、追う、という、両欲が、おのずと身についていくものである。自宅に使用用地が十分に確保できる場合には、金網やフェンス等で囲いを作り、日頃から両剣を、リードや、鎖等で繋がずに、囲いの中で自由に移動できるようにしておくことが、望ましい。 使用する頭数にもよるが、一頭であれば通常囲いの、広さは車一台分ほどもあれば十分で、最も大切なことは、箱型の剣車や踏み台、ドラム缶や木製の電線ボビン等を利用して、両剣が自由に上り降りして遊ぶことができる、高低差1メートル前後の段差を設けることである。これは家猫における猫の塔のようなものであり、段差を登らなければ両犬が、 水桶や餌桶にありついたり、飼い主と顔が合わせられないように配置を工夫することも、一つの手である。いずれにせよ、日中両犬はこの段差を何度も飛び上がって、上り寄りすることで自然と体が鍛えられていき、最終的には、軽トラックの2倍程度の高さなら、バッタ板を上げていても、簡単に飛び乗ることができるようになる。この水準に達した両犬であれば、 大概の山中の地形は難なく踏破して行けるようになるであろう。少量の場合には、量の対象となる鳥の羽などを入手し、紐をゆわえつけて遊具としてやることで、鳥を探すための好奇心を養うことが可能である。また、回収やポイントなどの日常訓練を行う折には、ハンターの意図した通りの動きを犬が行った場合、その都度歌詞や、 ビーフジャーキーなどの褒美を与えることで、こういうことをすればご褒美がもらえることを、犬が覚え、ひいては両場での役割を習熟させやすくなる。加えて、子犬のうちから、動く物体に対して、十分興味を持たせることができていれば、実際の脳山で鳥と出会った場合でもすぐに、追いかけていくことを覚えていくであろう。ドッグフードなどの一般的な食事のほか 獲物とする動物の肉や骨などを他のハンターから入手するか、猟奇中に自分で捕獲した獲物を備蓄しておくなどして日頃から定期的に与えることが望ましい。獲物を解体して食した後の毛皮や骨、羽などの残骸を安易に廃棄せずに冷凍保存しておくことも良い方法である。獲物とする動物の肉や骨を定期的に食べさせることで、これは 自分の食べ物としても有用であることを覚えさせ、量に対する好奇心を伸ばすことにもつながる。少量においては、生地や古樹系、山鳥などの草食性の鳥の腸を与えることで、鳥の匂いに対する好奇心を持たせることが可能である。イノシシやクマなどの大型動物の場合、当初は、肉や骨に対して良犬な尻尾を巻く等の恐怖心を示す場合もある。 これは匂いによって、対象の強弱を判断する、犬の本能に起因するものなので、徐々に鳴らしを行っていく他にない。イノシシや鹿シなどを捕獲した場合、まだ体温が暖かく残っているうちに肝臓などの内臓を取り出し、その場で両犬に与えることも匂いを覚えさせるには、良い方法である。日頃から、ある程度以上の頻度で加熱した牛肉や骨を食しており、 匂いへの恐怖心が薄まっている子犬であれば、生肉や内臓でも体温が残っていれば臆せず、食いつくことであろう。なお、食事量は、量犬の大きさにもよるが、必要以上に太らせない水準を維持することが、重要である。直接獲物と、相対して、みと目を行うような役割の犬種であるならいざ知らず、足が長めで、急峻な山を駆け登って、獲物を、 追う必要がある犬種において、胸部と腹が寸胴になっている様では論外である。獲物を探索する能力を育成するためには、狩りの目的とする獲物の足跡などを探し、実際に獲物が潜んでいると思われる巣やねぐらの場所までリードをつけたまま連れていくことで、両場で自分が何をすればよいかを身につけさせる。この際に、重要なことは、両馬を歩かせる際には、 猟犬がミスをしても必要以上に叱らないことである。程度にもよるが、両場に出ることは楽しいことを覚えさせなければ、猟に帯同させることは困難になってしまうからである。この訓練には、猟犬の生まれ持った両脳の高も重要であるが、ハンター自身の獲物の足跡を探す技能も極めて重要である。なお、熊等の危険な動物や、 山鳥などの山奥深くに生息する鳥になれば、なるほど、訓練の難易度や、訓練の危険度が増していくため、たとえ猟期中ではない場合でも、漁場を歩く際には十分な警戒を払うことが、必要である。少量の場合には、日頃の散歩の際に、キジバトや小ケイなどが出現しやすいコースを選定し、鳥の出現に対して猟犬が何らかの反応を見せた。 場合には必ず褒めてやることで、長寮における役割意識を育成できる。やや短絡的な手法ではあるが、重量においては、すでに狩猟経験が豊富な親犬や先輩犬を帯同できるようであれば、子犬をこれらの良犬の後を追わせる形で山に入れ続けることで、自然と自らの役割を覚えさせることも可能ではある。このためにも、子犬のうちから、 十分な基礎体力と同時に動く物体への興味を調整しておくことが必須となるのである。少量の場合には重要な項目である。鳥を撃ち落とした場合に良犬が必要以上に強く、鳥を噛まないよう優しく獲物を加えさせる訓練が必要となる。地域によってはかつてうずらなどの生きた鳥を業者から購入し、有刺鉄線を巻いて噛ませることで、 まだ生きている鳥を強く噛んではいけないことを覚えさせる訓練なども行われていたが近年では動物愛護の関連上こうした訓練を行うことが難しいため各自で工夫が必要となる故障や川などで水鳥の回収を担当させる場合には日頃から入浴などを定期的に行い水への恐怖心を取り去っておくことも望ましい どの量であっても猟犬が銃声に驚いて恐怖心を抱いてしまっては元も子もないため銃声への鳴らしは段階を踏んで必ず実行しなければならない一番簡単な方法はクレー射撃場へ犬を帯同させ射撃場の駐車場から射撃場内そして射台へ向かうといった工程で銃から離れた場所から徐々に近づいていくことを繰り返していくことである 近場に射撃場がない地域の場合、打ち上げ花火が多数上がる。花火大会へ猟犬を帯同させ、徐々に打ち上げ地点に近づきながら、炸裂音を聞かせ続けることも、大きな音に鳴らすという意味では、良い方法である。いずれの手段を取る場合であっても、最初は、猟犬は、銃声や、炸裂音に必ず驚き、怯えるものであるため、ハンターは猟犬を抱きしめてなだめながら、 徐々に恐怖心が薄らいでいくよう努めることが、肝要である。どの量であっても、猟犬を場へ話した後で、ハンターの元へ戻って来られないようでは何もならない。普段から、餌付けの際に笛を吹くなどして、ハンターの合図で猟犬が、自分の元へ戻ってくるような指導は、絶対に必要になる。笛は、犬笛、あるいは口笛や指笛でも良いが、巻狩りで刺激するのであれば、 狩猟者なら、両馬で即時に入手が可能である、散弾銃等の薬莢を用いた笛の方が良い場合も、ある。笛が入手できない場合に備えて、名前を直接大声で呼ぶことでも戻れるようにした方が良いが、犬の名前があまりにも木を照らっていたり、単純に長すぎたりする場合、連呼し続けることが困難となりかねないため、 両犬の名付けの際には2文字程度などできるだけ短い名前に留めておくことが賢明である。また、両の際に使用する車に犬を乗せ、エンジン音や車内の匂いなどを覚えさせることで、ここが自分が戻ってくる場所であることを覚えさせることも必要である。なお、両犬を車上させる際には、携帯式のケージを常時用いることが望ましい。万が一猟犬が、 両場で行方不明になった際には出発場所に刑事と共にハンターの衣類などの所持品を置くことで猟犬の起草を促すことが可能となるからである。車に乗せる際にも刑事に入れる際にも猟犬がその行為に対して恐怖心を抱かず、ここが自分にとって安全で安心して休息できる場所であることを猟犬が自覚できるような配慮を。 ハンター側が日頃から行うことが重要であることは言うまでもない。なお、猟犬を持たない狩猟者であっても心得ておく必要があることは、巻狩りの際に、セコ町から猟犬回収の号令が出た場合には、すべての行動に優先して、場の全員が猟犬の呼び戻しを実施することである。たとえ物を射止めて、止め差しや運び出しの作業の最中であったとしても、 最低限地抜きの処置のみを施した上で、一刻も早く猟犬の回収に向かうべきである。伊手たちが仕留めた獲物の処置に夢中になっているうちに、猟犬たちは別の獲物を勝手に追い始めてしまう場合があり、深追いが過ぎて滑落した結果行方不明となって、しまったり、あるいは山中を通る、幹線道路や、鉄道の起動時期に迷い出て、交通事故に至ったり、登山者など、 他のの人々に出くわししてて交渉ををせてしまう等の事象を引き起こす危険性があるこうした事態を予防する意味でも、セコ長は、猟犬が獲物に完全に巻かれてしまったり、あるいは仲間の誰かが獲物を一頭でも仕留めるとして、猟犬をこれ以上両場に、っぱなし犬していることが望ましくないと判断できた場合には、 医手役の狩猟者たちに過断なく、猟権回収の号令を出す決断が求められるので、ある。猟権回収が遅れた結果、滑落や、猟権同士の喧嘩により、猟権が無用な負傷を負った場合、飼い主は、大きな治療費の負担を負うはめになるし、最悪の場合猟権の欠員が原因で、その量期自体を、丸まい棒に振ってしまう結果を招きかねない。こうした、 危険性を巻き狩りに参加する狩猟者たちは、日頃から意識し、獲物よりも、猟犬の保全を第一とするように心がけることが、切に望まれる。万が一猟犬が、他者に保護された際に、ハンターへの連絡が行える。よう各自治体に、猟犬の登録を必ず行い、法廷の観察をつけておくことは当然であるが、それ以外にも連絡先を打刻した観察を自作して、 首輪につけておくことが望ましい。近年ではマイクロチップの注射による観察負荷の方法がある。各自で工夫し、猟犬が猟場で行方不明になった場合には必ず追跡保護ができるような方策を講じておくべきである。最低限、猟犬の首輪にはシナスズやカウベル型の鈴をつけておくことが望ましい。ビーグル犬等のように、 激しく追い泣きをする猟犬であれば、鈴は必ずしも必要ではないかもしれないが、そうでない猟犬の場合には、首輪の鈴は狩猟者たちに、猟場における猟犬の位置や、獲物を追う目的で走っているか否か、そして狩猟者自身に猟犬が、どの方向から近づいてくるのかを知らせるための唯一の方法となる。今日では、猟犬の追跡という目的においては、 ドッグマーカーと呼ばれる小型の送信機にその役目を譲りつつあるが、両権の大まかな位置を知る手段としては、首輪の鈴は今もなお有用な道具である。ドッグマーカーが日本で規格化されたのは2012年のことで、免許不要な特定省電力無線局の一種である、人、動物検知通報システム用特定、省電力無線局の一種としてである。 日本国内ではこの規格によるものを使用しなければならない。周波数は142.94から142.98メガヘルツの 100kHz 間隔5波、最大出力 1W で GPS 付きもある。これ以外のものは総合通信局に免許申請をすることはできず、使用は不法無線局の解説として電波法違反となる。 大型動物量に刺激する場合には、大型動物との格闘により、猟犬が負傷する場合もある。たとえ長量や小型動物量などであっても、急峻な地形の猟場では滑落などにより足を骨折するなどの負傷を猟犬が負う場合もある。メスジカやメスイノシシ等のような、一見すると猟犬を直接負傷させうる、突起物を持たない獲物であっても絶対に油断は、 禁物である。主連の鹿の場合、猟犬が足場の悪い場所に誘い込まれて谷底へ蹴り落とされる場合があり、メスイのシシでも手足に噛みつかれれば会えなく骨折させられる恐れがある。特にそのメスが子連れの場合、母は子を守るためであれば、猟犬と差し違える覚悟で立ち向かってくるであろうことを、狩猟者は、務忘れてはならない。猟犬の受賞において、 高所からの滑落以上に、致命的なものは、クマの爪や、お水の獅子の牙、あるいは、おジカの角で腹の下からひしゃくり上げられることによる、頸部や腹部への深い列傷である。特に腹部に腹膜が裂けて腸が露出するほどの、重傷を負った場合、一般の裁縫用具や釣り針と手ぐす、あるいは先端を鋭利に尖らせた、細い針金や大型のホチキスでも良いので、 一刻も早く露出した腸を押し戻し、傷口を縫合する、応急処置を済ませなければならない。犬は自ら、傷口を舐めることで痛みに耐えようとする習性があり、この際に、自らの腸が垂れ下がっていると、本能からこの腸を自ら食いちぎってしまい、結果としてこれが致命傷となる可能性が高いからで、ある。道具の不備や猟犬が暴れて、単身では、 抑え込むことが困難などの理由により、その場での縫合が難しいようであれば、エリザベスカラーか、それに類するものを首にくくりつけたり、それすらない場合にはかわいそうでも、両腱の手足やマズルを紐で縛り上げたり、毛布や衣服などで胴体をすまきにする通して、身動きが一切できない状態にした上で、一刻も早く動物病院に搬送することである。 大量出血を伴う葬傷の場合には、足の場合には、紐や止血帯を用いて、葬章の上部位を締め上げたり、胴体などの場合でちぎれた血管が探り当てられた、時には、監視で血管を抑えた上で縫合糸で、血管も含めた傷口全体を強く巻きつけることで、応急止血を行い、一刻も早く動物病院に搬送する。こうした事態に備えて、 日頃から信頼できる獣医が所属する動物病院を探し、一万一の際には速やかに入院や治療が行える信頼関係や受け入れ、体制を病院側と構築しておくことが重要である。また、出量の際にはファーストエイドキットを携帯することや、日頃から犬の生態的特徴や負傷に対する治療法などをハンターが習熟しておくことも必要である。 深い谷底に落とされた場合に備えて、十分な長さのロープや、動けない両肩を担ぎ上げるための大きなリュックサックや、ショイコを備えておくのも良い方法である。近年では、欧米を中心に、頸部や腹部を、ケブラーやナイロン等の頑丈な生地で覆うことで、大型銃からの受傷を和らげる、両肩用の防機場ベストの普及も進んできており、イノシシなどの危険な大型銃と、 相対する猟犬に対しては、腹部などへの致命傷の予防のためにも、こうした犬用防具の導入を十分に検討すべきである。少量や小動物猟で用いる猟犬の場合でも、自然環境に紛れ込みやすい、暗褐色等の毛色を持つ猟犬は、巻狩りの際に、猟友から誤射を受ける恐れがあるため、大色などの孔子認食の生地が用いられた犬用。 狩猟ベストの装着は有用である。日本では平成14年に改正された超重保護法により猟犬に噛みつかせて捕獲する方法は禁止されることとなった。ありがとうございます。